旅行の達人。旅行の達人のお題です。今日はここだけは行きたい岐阜の人気スポット10選をご紹介します。岐阜県の人気スポットというとあまり聞きなじみないかもしれません。しかし実は岐阜県には思わず行きたくなってしまうようなおすすめの観光スポットがたくさんあるのです。旅行の達人。一つ目にご紹介するのは白川郷合掌造り。岐阜県と聞いて最初に思い浮かべる観光地はここではないでしょうか。世界遺産にも登録されていて実際に建物の中に入ることができ生活風景を垣間見ることができますよ。二つ目にご紹介するのは下呂温泉。冬といったら温泉ということで冬になると下呂温泉は大変人気な観光地となります。日本三名泉にも選ばれているのでぜひ一度入ってみましょう。三つ目にご紹介するのはサルボボの出身地飛騨高山。飛騨高山といったらやはりサルボボが有名。お土産の大定番で多くの方に愛されています。顔のパーツがなくて少し不気味ですが慣れれば逆にそれが愛くるしくなってきますよ。また飛騨高山には小京都とも呼ばれるほどの美しい街並みが広がっています。通りにはお土産屋さんや地元グルメが豊富に揃っていますのでぜひ歩いてみてください。四つ目にご紹介するのは岐阜城。皆さんもご存知かの有名な織田信長、彼の天下統一は岐阜から始まったと言っても過言ではありません。その歴史的出発点に訪れてみる価値は大いにあります。五つ目にご紹介するのは木曽三川公園。愛知、岐阜、三重の東海三県によって構成されているこの公園は国営公園の大きさで言ったらなんと日本一。よく遠足や修学旅行で小学生が勉強しに来ています。どの季節でも美しい景色を楽しむことができその中でも冬のイルミネーションは圧巻です。とても綺麗ですよ。6つ目にご紹介するのは養老の滝。日本の滝100選にも選ばれた迫力満点の滝です。約30メートルの高さから流れ落ちる滝はとても美しく、ぜひ一度見ていただきたいものです。秋は紅葉も見事で、滝に行く途中の公園内にはもみじのトンネルが出来上がるそうです。7つ目にご紹介するのは新穂高ロープウェイ。新穂高温泉と西穂高岳を結ぶロープウェイです。ロープウェイから眺める景色は素晴らしく、どんどん雲の上に登ってるような感覚でワクワクします。しかし頂上の展望台からは天気が良ければ北アルプスの雄大な山々を見渡すことができてその絶景にとても感動します。8つ目にご紹介するのは関ヶ原古戦場。日本人ならば誰もが知っている天下分け目の決戦関ヶ原の戦い。この地で徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍が天下をかけて戦いました。それぞれの家紋入りの旗が建てられているほか、開戦地や決戦地など多くの歴史的名所があります。決戦コースや天下取りコースなどのテーマで巡るモデルコースもあります。西軍大好きコースや東軍大好きコースなどもあるので、歴史好きな方には見逃せませんね。9つ目にご紹介するのは、昼賀の高原、牧歌の里。自然豊かな花と緑と牧場のテーマパークです。広大なお花畑一面にカラフルに咲き誇る季節のお花はぜひ見ていただきたい景色。動物に触れ合うこともできるので癒しの時間をゆったりお過ごしください。10個目にご紹介するのは平成記念公園日本昭和村。昭和30年代の里山をイメージしたテーマパークです。昭和の街並みが広がり旗織りや染色、万華鏡作りやキャンドル作りなどの体験ができます。古き良き懐かしさに浸ることができますよ。いかがでしたでしょうか。岐阜県にはこんなにも他の県に負けないくらいの豊富な観光地があるんです。これを機に岐阜に興味を持っていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。